今日は何をしようかな。まあやることは山積みだが。Text on watch, right? あ、未来も気づいたみたいだよ。よかった。未来、早く起きて。しずかちゃんに翼。って、あれ？ここ、どこ？それがわからないの。どこかの森の中、確か。私たち、さっきステージが終わったところだよね。うん。いつもみたいに三人でおしゃべりしてて、あ、未来、どうかしたの？わかっちゃった。これ、もしかして、ドッキリじゃない？へえ。でも、いきなり森の中で放置、なんてするかな？ Yeah, they could be raped and they still think it's a fucking show. ここまでするドッキリなんて聞いたことないわね。That's the last game of it. たまにはこうしてキノコ狩りに興じるのも悪くないもんだな。そうですね、我が主。これだけ大量にキノコがあれば、たくさんのキノコ料理をリムル様に振る舞います。He's like, fuck nah. ああ、それは楽しみだ。Just tell all your cockroaches shit. I'm gonna talk to the cockroaches. この森林地域にて、小さな時空の歪みを検知しました。Yeah, just said it's fucking time travel. When's the fucking match supposed to be? 時空の歪み？それって何なんだ？はい。異次元の世界との接触が原因で生まれる時空間の歪みです。Apparently knows that. 規模からこの世界の影響は軽微と推測しますが、拡大する可能性もあるため、状況の確認を推奨します。なるほど。放っておくわけにはいかないか。なあ、二人とも。先に町まで戻っててくれないか。俺は少し野暮用を済ませてくるからさ。They can't help because... 何かあったのですか？まあちょっとした確認作業だよ。じゃ取ったキノコも二人に任せたぞ。お任せください。責任を持ってお届けします。よし、とりあえず現場に向かってみるとするか。私たちこのままだと本当に食べられちゃうんじゃないの？とりあえずこのままはまずいわよね。何かで気を引いてどこかに行ってもらわないと。ほらあっちに生えてるキノコの方が私たちより美味しいんじゃないかな。ってあれ、どう見ても毒キノコじゃない。マルちゃん、もしかしてキノコに釣られてるのかな。キノコ全然美味しそうじゃないし、ああもっとウードを食べたかった。もう無理、誰か助けてください。君たち危ない。今度は何？間一髪だったな。ラファエルさん、時空の歪みとやらはこの場所で感知されたんだよな。しかし現在歪みの反応は消失しています。そうか、それは結果往来だけど、どうして歪みが。けど今は歪み運命を気にしてる状況じゃなさそうだな。そこの3人、絶対に俺の後ろから出るんじゃないぞ。わかりました。でも早く何とかしてください。よかった、助けが来てくれたのね。うん、でもあの人のかっこいい登場の仕方、やっぱりこれドッキリだったのかも。
なんかすっごく気の抜ける会話が聞こえるんだけど、まあいいか、今は人命救助が優先だ。分かっちゃった。これもしかしてドッキリじゃない？立ちふさがる敵を噛み砕く所存。Fucking do anything here. No, it's not. It's actually. Fuck it. Wait, but that was fucking level 43. Why do they all still think it's a fucking plant? I'm already done with these girls, just fucking feel to the absolute. Sugoi! Hontoni Yatsuketata! Her face is like, the fuck? Yoku Wakaranakedo, Maho, Mitaina no Tskatata Wayone, Sekai Top Class no Chotai Sakuega Kura, Real Datakedo. I'm the Japanese, I'm just about Hollywood. No shit. はい、すっごく助かりました。ありがとうございます。それで私たちどんなドッキリを仕掛けられてたんですか？怖いくらいリアルな演出でしたけど。やっぱりリアルじゃん。そうですよ。ちゃんと説明してくれないと納得できません。もう少しで私たち3人とも危ない目に遭いそうだったんですから。ドッキリ？一体何を言って。Feel it to the ants, mate. It's lethal. そうか。この子たちの格好ってアイドルの衣装だ。しかし、この世界にそんな文化あったかな？カイ、この者たちは、先の時空の歪みによって、強制的にこの世界に転移させられたものと推測します。時空の歪みで転移。なるほど。どうせ言うの？ドッキリとかなんとか言ってたのも、もしこの子たちが異世界のアイドルなら辻褄が合うか。ん？あの、どうかしたんですか？ん？いや、なんでもないよ。俺はリムル・テンペスト。テンペストって国の名手だけど、知ってるか？ If he's a fucking counselor, can you just count to these girls? テンペスト、聞いたことない国ですね。やっぱりドッキリなのかな。 Oh my god. それともみんなで同じ夢でも見てると。ああ、ドッキリじゃないんだ。夢でもなくて現実だ。夢でもドッキリでもないって。ちょっと静香ちゃん、私のほっぺた引っ張ってみてくれない？いいけど、こう？いいで、いいだだだだだ。本当に夢じゃないみたいだよ。Yeah, these girls, counseling. Seriously. じゃあ、あの怪物も本物だったってこと？現実って分かってもらったところで話を戻すんだけど。ああ、その前に君たちの名前を聞いてもいいか？No bother, just feel it to the ants, mate. うわ、
川未来、14歳、アイドルやってます。 She's fucking 14, my ass。 はじめまして、もがみ静香です。私もアイドルをしています。 She's not be 14。 いぶき翼です。私も二人と同じでアイドルやってます。そうか、やっぱり三人ともアイドルなんだな。改めて聞くけど、さっき襲われて怪我とかしてないよな。はい、リムルさんが助けてくれたおかげでこの通りピンピンしてます。ならよかった。アイドルが怪我したらいろいろ大変だもんな。じゃあ大丈夫そうなら聞きたいことがあるんだけど、ここに来る前のことって覚えてるか？私たちが来る前ですか？確かライブが終わった後だったよね。ええ、大きいライブが終わってみんなで話していたら、みんなお疲れ様。会場のお客さんの笑顔で今日もいっぱい元気もらえちゃったね。そうね、私も今日は満足がいくパフォーマンスができたと思うわ。I'm sure I've got the game beat for this one。 私まだまだ歌い足りないかも。今日はもっともっとライブしてたいって感じ。私ももっとたくさんの人を笑顔にしたいな。 If you bring fucking out for me, can we just say I'm gonna die? 名残惜しいけどそろそろ帰る準備を。あら、隅に見えるあれ何かしら。あ、何これ、なんかここだけ景色が歪んでるみたいなんだけど。二人とも大丈夫？お水とか飲んだ方が。あ、本当だ、なんか光り始めたよ。それで気がついたらここにいました。あれ本当に何だったんだろうね。変な光だったからつい近づいちゃったけど。それがこっちの世界に来た原因だろうな。3人ともそれに巻き込まれたってわけだ。巻き込まれたというのはどういうことですか？簡単に言うと、君たちは別の世界にいるってことだな。別の世界にです。ああ、そういうことだ。別の世界ってなんか急に言われてもピンとこないっていうか。本当ならとんでもないことに巻き込まれちゃったことになるわね。シアターでも不思議なことはたまにあったけど、異世界だなんて。こういうのはユリコなら大喜びなんでしょうけど。ああ、ユリコなら大興奮かも。でもさすがにこの状況は困っちゃうよね。まあすんなり受け入れろって言われても無理だよな。あの、私たち元の世界には戻れるんですか？ラファエルさん、そこのところどうなんだ？ She's like fuck no。時空の歪みが発生しなければ不可能です。ただし時空の歪みは検知可能のため、次の発生時にその場へ行けば帰還可能と推測します。つまりそれまで待機ってことか。今すぐは無理だが、みんなが通ってきた歪みがまた出てくれば戻れそうだぞ。そうですか、よかった。でも大変なことになっちゃったね。まさか別の世界に来ちゃったなんて。プロデューサーさんもみんなも心配してそうだよね。私たちパッて消えちゃったわけだし。Watch it be like two fucking seconds when they come back. しかも、like、今のところ帰れる方法はないみたいですね。あのさ、戻れるまでテンペストに来ないか？衣食住は保証するからさ。This is guys just picking up strays。テンペストってさっき言ってたリムルさんの国ですよね。私ちょっと興味あるかも。切り替え早いよね。さすが未来って感じ。そうね、他に頼れるものもないわけだし、
しばらくの間よろしくお願いします、リムルさん。やべえ、分かった。じゃあ俺からはぐれないようについてきてくれ。さっきみたいな魔獣がまだいるかもしれないからな。俺が全部追っ払うけど気をつけてくれよ。立ちふさがる敵を噛み砕く所存。我らの邪魔はさせん。ようこそアイドル諸君。僕まで。すっごーい。なんだかかっこいい人がいっぱいいるよ。リムル様、お戻りになったのですね。ランガ殿とシオン殿が先にお戻りでしたが、その方たちは一体。やっぱりです。はて、この辺りでは見かけない装束でありますな。どう、oh, これはつぶさ、いきなり失礼でしょ。ごめんなさい。シュナにガビル、それとゲルドか。ちょうどいいし紹介しておくか。この3人は異世界から来たアイドルたちだ。元の世界に帰れるまで面倒を見ようってことになったんだ。アイドル、oh, God. アイドルっていうのはですね、歌ったり踊ったりしてみんなを笑顔で元気にする人のことを言うんです。すごく大雑把ですが、その通りです。みんなを笑顔に、なかなか素晴らしいことをされているのだな。なるほど、通りできらびやかな衣装をしていると思っておりましたぞ。あ、わかりますか、この衣装、ライブでもすっごく好評だったんですよ。でも、当時にもか。ライブというのはよくわかりませんが、私もとても興味が惹かれる衣装です。ライブは。ありがとうございます。ゲルドさんとガビルさんってすっごく強そうですね。戦士さんなんですか？ん？うん。見たかも。そんなところでありますね。人間以外の種族を見るなんて初めてだろうに、すごい対応力だな。アイドル、すげえ。だ、ゲルドはともかくガビルをおだてるのはほどほどにな。こいつ、すぐ調子に乗るから。よ、良いではないですか。異世界
界のものに格好をつけるくらい。知らぬ世界に来て不安もあるかもしれませんが、元の世界に帰るまでの間ゆっくりなさってください。はーい、ありがとうございます。我が輩も歓迎しますぞ。危険な目にあったらすぐに我が輩を呼ぶといいですぞ。はい、もうすっごく頼りにしちゃいます。もしもの時はよろしくお願いします。おお、三人ともなんとまばゆい笑顔。まるで我が輩の心を照らす太陽のようである。一発でファンになったようだな、ガビル。さてと、そろそろ3人がネタバレする場所に案内しようと思うんだけど、いいかな。わかりました。どんなところなのかな、楽しみだな。てなわけで、しばらくはここで寝泊まりしてもらってもいいか。なんか思ってたより見慣れた空間ですね。っていうか完全に和室だよね。お、やっぱり分かってくれるのか。もしかしたらこういうところの方が落ち着くんじゃないかなと思ってたんだ。はい、なんだかほっとします。それはよかった。じゃあ俺は席を外すから、とりあえずくつろいでくれ。テンペストの人たちみんないい人だよね。見た目はいろいろだけど本当に優しい人たちでよかった。そうね、ここにいればしばらくは安心かも。なんだかほっとしたら本当にいい世界に来ちゃったんだって実感しちゃったかも。This girl's a fucking stupid。 わかるわ、夢の中みたいな信じられないことばかりで、さっきまではそんな余裕なかったから。私たちあっちの世界だと突然いなくなったってことになってるのかな。プロデューサーさんたち慌ててそうだよね。プロデューサー、私たちを探し回って迷子の呼び出しとかしてないといいけど。そうだよね、早くみんなに会いたいよ。プロデューサーさん、楽屋のお菓子持って帰ってくれてるといいな。私あれもっと食べたかったんだ、生クリームたっぷりのやつ。ライブが終わった後にお菓子食べてたのにまだ食べたいの。安心したらお腹空いちゃって、なんだかシアターでのんびりしてるみたいだなって。シアターってずいぶんリラックスしてるわね。でもわかるかも、控室でおしゃべりしてるって感じ。あ、そうだ、それならみんなでレッスンしない。レッスン、でも他にやることないし、もういっか。そうね、まだツアーが続いているうちに帰れるかもしれないし、いつでも歌えるようにしておかないと。じゃあやっちゃおう。Yeah, でもここ歌っても怒られないかな。大丈夫そうだけど、怒られたら一緒に謝りましょう。それじゃあまずはウォーミングアップから。ラララさて、あの3人も少しは落ち着いた頃かな。異世界に来て大変だろうし、早いところ時空の歪みが発生してくれるのを祈るところだけど。ラララ未来たちか、いい声だな。 FBI 異世界に迷い込んでも自主練、いやレッスンか。知らない場所で不安だらけだろうに、タフな未来たちも何もしないで待つよりかは。よし、やってみるか。設営はみんなに頼むとして、派手な飾りとかの材料は俺が取ってこよう。未来たちの驚く顔が目に浮かぶようだな。まあいいですね。
体がいくつあっても足りないな。増やせるけど。体がいくつあっても足りないな。増やせるけど。